ゴルフ、日本シリーズは、1963年から毎年12月、上旬に開催される、日本ツアーの最終戦である。第1回は、日本オープン、日本プロ、関東オープン、関西オープン、関東プロ、関西プロの公式戦大会優勝者5人で、開催された。それ以後はその年の日本ゴルフツアー公認トーナメント、優勝者、 賞金ランキング上位者など年間を通して顕著な活躍をしたプロゴルファーだけが出場できる最優秀プロ決定戦という位置づけがなされており、それゆえにかつてはアマチュア選手除外の規定が存在していた。しかし2007年5月、当時アマチュアで高校生であった石川遼が史上最年少でツアー優勝したことを受けてヤジーティオでは、 同年7月30日の理事会でこの規定を削除し、天選手の出場が承認された。優勝者には赤色のチャンピオンブレザーと大ペナント JT カップが授与されるほか、副賞として日産自動車の車両、さらに向こう3年間の日本ツアーシード権が与えられる。1998年までは日本プロゴルフ協会が主催する公式戦だった。 現在は、放置新聞社、読売新聞社、日本テレビ放送網が主催している。1988年から1997年までは、日立製作所が共産し、1998年からは、JT が特別共産。その他、日産自動車、ブリジストンスポーツ、二階堂酒造が共産している。かつてはシチズン時計や東部百貨店、 日本ダンロップゴム、NTT データ、コンパック、日光証券、理想科学工業、コニカミノルタ、松下電工、アメリカンエキスプレス等が協賛していた時期もあった。大会創設当初は、前半2日間を大阪、1日の移動日を挟んで、後半2日間を東京で行っていた。第28回から第31回は1年ごとに、 東京と大阪の交互で開催。第32回からは、東京読売 CC に会場が固定されて、開催されている。東京読売 CC の18番ホールには、ホールインワン賞が設定されており、達成者には、賞金200万円と JT 参加のテーブルマークの、サヌキウドに1年分が贈呈される。2014年までは缶コーヒールーツ1年分が、与えられたが、 JT の飲料事業撤退により2015年から変更になっている。日立が協賛していた時代には家電製品が送られていた。ホールインワン賞は1998年の3日目にエドワルド・エレラが唯一達成している。本大会の出場者は30名である。前年度優勝者その年のシーズン開幕戦から日本シリーズ前週までの日本ツアー競技優勝者。 その年のシーズン開幕戦から本大会あたり週までの日本ツアー賞金ランキング上位20位以内の選手日本ツアーメンバーであり、そのシーズンの PGA ツアーもしくはヨーロピアンツアー優勝者日本ツアーメンバーであり、本大会前週時点でのオフィシャルワールドゴルフランキング100位までの選手。それでも満たない場合は、本大会あたり週時点での賞金ランク上位選手。 ただし2020年は5試合しか開催されず、シーズン開幕戦からダンロップフェニックスまでの日本ツアー競技で3位体までの選手が追加された。ただしアマチュアは対象外。なお、それでも満たない場合は6の資格で追加されることになっている。2021年の大会には東京2020オリンピックゴルフ競技代表選手も出場資格が追加された。 P.O. プレイオフでの決着。1966年はカナダカップの開催と日程的に重なったため開催されず。2021年現在、賞金総額1億3000万円、優勝賞金4000万円。ただし2020年は新型コロナの影響で経費の増加が見込まれることから、賞金総額を1億円に減額した上で無観客で開催された。 第58回ゴルフ日本シリーズ JT カーツップ2021年12月5日撮影ありがとうございます。